はい、こんにちは。いやー、疲った。疲れました。ね、いつもと違うね、顔ぶれをね、ちょっと中に入れようと思って、レモンの方、鉢ね、中に入れてみました。今日ね、ジャンボレモンと、レモン21ね、そちらの方ね、お送りしますんで、よろしかったらご覧ください。どうぞ。やっと中に入れたって感じですよね。これジャンボレモンと、レモン21、これね、ちょっと実がつくのがね遅かったので、あまりね、大きくはなってないですけどね。木がね倒れちゃったんですよ。木が倒れちゃって、あ、このままじゃダメだなと思って、先ほどね撮影すればよかったですね。撮影じゃなくてね、こう釣っちゃいましたね。この支柱を、3本立てて、でジャンボレモンね2つなってたのでね、その2つをねこうぶら下げて、とりあえず上から釣ってます。でね、まだこちらの方ね、肥料十分にあげてなかったんですよね。9月になって、それでとりあえず金根菌ね、コーヒーの、金根菌のね堆肥、それはね入れました。で今回ちょっとこれ室内にね入れる予定があるのでね、マグアンプ K でね、こちらね、肥料を与えていきましょう。金根菌ね、金根菌と言ってもね、マグアンプ K でもね、金根菌入ってるから、十分にね効いてくれるでしょうからね。ほんのわずかね、先ほどね、金根菌じゃないや堆肥と一緒にはね入れておいたんですけれども、ちょっとこう巻き込んでおいて、いいですよね、匂わないからね。でコーヒーのね堆肥もね非常にいいです。匂いがしないので、逆にね、活性炭効果でね部屋のねこの匂いを取ってくれるのでね、いいですよね。他の堆肥関係の、植物もありますからね。巻いてあげてですね、じっくりとね効いていく環境性肥料をねこうやってあげてみましょう。こんな感じででね、ジャンボレモンね、この そんな大きくないでしょ。この木はそんなに大きくないのになぜに2つなってるかってことですよね。まあ葉っぱの枚数も一応ね確保するようにしてあるんですけども、これ今8号の鉢に植わってるんですよね。8号の鉢ちょっと下お見せしますか。これ、ね、実際今現在8号の鉢に植えてあるんですけれども、これね秘密があって、この中に、6号のねポット6号のポットがありますよね。ポットに入れた状態で、とりあえず栽培してます。なぜならばやっぱり、栄養成長せずにね、生殖成長の状態でこう実をつけるっていうね方にちょっとシフトさせたいなと思って、6号のねポットに入れたまま、栽培したんですけども、根がね、実際6号の鉢の中でびっしり張ってます。今張って、根がね硬くなってるんですけれども、これ来年の春にね植え替えを予定しているもんですから、今はこのびっしり張ってる状態で成長させてますね。ですからこの実がねきちっとついたってことですよね。買ってきてすぐに、楽な方がいいだろう、大きく育てた方がいいだろうって言って大きな鉢に大きな鉢に植えてしまう方いらっしゃいますよね。でこれ大きな鉢に植えるってことは非常に逆効果であって、枯らしてしまったりね、レモンの実をつけなくさせてしまったりするんですね。ですからなるべく鉢はこうぴっちりしたね鉢に入れといた方がいいということです。木の大きさの割にはなんだこんなちっちゃい鉢で大丈夫なのかなと思うぐらいの方がかえって実はたくさんつけるんですね。そういった部分をね、いろいろなね今まで動画出してますから、そちらの方をご覧になっていただければなぜにそうなるのかっていうのもよくわかりますね。それと、もう一つねこちらにあるのがレモン21ですね。レモン21、こちらの方はね実がね今3つついてます。3つこの、ね、1つ2つ3つ3つついてますね。
この木だとね、やっぱり3つぐらいが限界でしょうね。よく書いてあんまりいっぱいつけてしまうとね、やはりこの大きくならないですから、とりあえず3つぐらいで十分でしょう。でジャンボレモンもこれで今2つついてますから、これがねこの状態でねもっと大きくなってくれればいいんですけれども、このジャンボレモンがね今の状態でこのサイズ感ですとね、多分 800g とかってね、そういう大きな状態にはならないのかなと思いますね。うん、これだとねせいぜい 300g から、まあ、400g はいかないだろうな、それぐらいの成長のスピードなのかなと思います。ね、もっと早い時期にね、こうやって結実してね、育て始めるようになったんですけどね、大きくなり始めるのちょっと遅かったもんですからね。それとまたね木が小さいっていう影響もありますからね、それは仕方がないってことですよね。で来年あたりからね、どん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 と、鉢を大きくしたりね、こうなんだ木を大きくしてあげるような、方法でいこうかと思ってます。ね、ジャンボレモンやはりね木がねある程度大きければね、大きな実つけてくれます。ただね小さい、木でもこれぐらいの木でもね、1つ2つぐらいだったらね結構な大きな実にもなるんですけども、なかなかね、うまく大きくさせるには、非常にこの肥料の、やりくりが難しいっていう部分もありますんで、こんな形で今日はね、ようやくベランダから中に入れられましたね、こんな形でね、先々週、ライブをやってね、こちらにね入れ込んである金根菌のお話しました。で、ね、今日日中もね、動画の方を出させていただいたんですけどもね、草花病、レモンの草花病に関してちょっと詳しく、映像とか、対処法、その辺もね、お教えしてますんでね、ぜひともね、そういったようなレモンに関する病気、そういった部分をね、知識としてある程度ね、覚えておいた方がいいのかなと思いますね。でね、レモン栽培非常にね、難しいのかなって皆さんこう思ってる方たちいらっしゃると思うんですけども、レモン栽培そほどね、難しいもんではないですね。ある程度コツさえ掴んでしまえば、どん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 大きくすることができます。で実際ね、うちの中はねもう大変なんですよ。もう今ベランダもそうだし家の中もそうですけどもね、もうありとあらゆるレモンレモンレモンのレモンだらけになっちゃっててね、大変な騒ぎになってますけどもね、まあこれね、また来年の春になったらね、いろいろこう、ね、置く場所をね、変えてみたりとかね、場合によってはね、どっかね、もっと広い場所に、置いてあげるっていうふうにちょっと考えてみますんでね、それも、後ほどね、またいろんな、構想をやりくりしましたらね、お知らせしますけども、こんな形で、レモン栽培、ね、突発的なこの病気とか突発的な虫、そういった部分、その辺のね、困った部分はコメントでくださってもいいですし、ライブに参加してくださってね、ライブの時にねどんどん質問してくださってもいいですね。先々週も結構ね、たくさんの方たちいらっしゃいましたし、次回ね、10月の7日かな、第1の土曜日ね、やはりね夜9時から、ライブの方を、開催しますんでね、よろしかったらそちらの方に顔を出していただいてね、いろんなね皆さんとの意見交換も等もできますしね、当然のことながら、チャットでね意見交換もできますし、その時にねコメントくださってね、その時に質問してくださってもいいですんで、ぜひとも、ライブの方も参加してみてください。こんな感じで今日はね、サクサクっとね表に貼ったやつ中出してね、皆さんにちょっとお披露目とかじゃないですけどね、中入れてみましたんで、こんな感じで、いやー今年もね、レモンたくさん、取れるかなという形でやってます。グリーンレモンでも収穫してるのもねいくつかあるんですけどもね、ちょっと後ほどね、今度の週末あたりにもね、グリーンレモンその方もね収穫してね、ぜひともこう皆さんの前でねこうねお見せしようかなとも思ってますんで、よろしかったらまたね、ライブの方もご覧になってみてください。こんな形で、今日は、ジャンボレモンとレモン21のご紹介でした。じゃあ、よろしかったらね、レモンのことに関して、何でも答えますんで、チャンネル登録の方とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。